全国北は北千住から南は南阿佐ヶ谷の皆さんまでこんばんは。<laughs> 南阿佐ヶ谷って、どこだっけ。南阿佐ヶ谷と言ったら、東京メトロ丸の内線でしょう。次が荻窪で終点でございます。荻窪といえば、ラーメン屋がいっぱいあるとこで。いいとこです。阿佐ヶ谷だって、いいとこですよ。あの、8月ぐらいになると、1ヶ月遅れ、七夕祭りやったり。あそうなはい、あとはですね、あれだ、爆笑問題の所属している事務所がある。ああ、阿佐ヶ谷なんだ。タイタンっていう事務所。ああ、タイタン、今、あの、元フジテレビの山中アナウンサーとか、入っちゃったりとかね。そうなんだ。ね、あの、社長さんが。 太田さんのあのご夫人の三千さんですあー、ね、あとはね個人的な情報として、うん、阿佐ヶ谷の商店街にあるビクトリーっていう、うん、えサンドイッチ屋さんの、うんえー、いちごホイップのサンドイッチが美味しい味そうそうそ今ねすっごい甘いもの欲してるからあら 1か甘いもの食べたいから、本当に。という、今日はミニ阿佐ヶ谷情報から始まりました、ラーホダ・ドリーム、なんか毎回脱線するよ、どね。今は電車情報じゃなかったね、おいしいサンドイッチ情報だったどこの商店街かは勝手に調べてくださいっていうか、もうビクトリーがあるかどうかも僕は分かりませんので、それ大体15年ぐらい前の情報ですから、まだあるんだったら、ぜひ行っていただいて明日あたりね。 はいランフザドリーム始まりました夢に向かって走り出そうメイン dj のリュウセイですよろしくお願いしますちょっと早かったね早かったね,ね、うん、まあそんなもんだねそんなもんでうん、うん、今日もねぐだぐだお送りしていこうというところで今日がね四回目の放送になります四回目だったんのはいでね今日はですねちゃんと生放送でお送りしますからそうそう、ね、リアルタイムでお送りするというところで ところがねリアルタイムじゃないところ箇所ありましてね申し訳ないんですけれども、<laughs> FM 鹿島でおきの皆さんは、本日が、はい、11月の14日の土曜日の夜の7時を回ったというところでございましてね、はい、ゴールデンタイムですよ。の皆さんこん,ばんはこんばんは もうね鹿島と言いますと、今、盛り上がってますよ、街全体がもう大盛り上がり、アントラーズそうですよ、つい先日、まあ、ちょっとね、あのーうん、タイムラグありますけれども、はははアントラーズ、この間、うんね、山崎ナビスコカップ決勝戦、<お>ね、うん、埼玉スタジアム2 0 1 2で行われて3ははは、3 0でガンバ大阪を下して、<ー>強かったね、あの試合ね、もうびっくりするぐらいすごかった、あのセットプレーからのね。 えーとファン・ソッ選手のゴールがあって金崎ムー君が決めてそのゴールが決め手になって日本代表にもなってというところで何を言いたいかというと FM 鹿島沖の皆様アントラーズ17巻おめでとうございます,とい,ますというふうに言っとかないといそうそう鹿島で聞いていただいている方にもねそ,<う>その辺はちょっと鹿島情報も届けつつ何だっけ、この番組。 あの何でしたっけ電車のことに電車じゃない違う違う今日はいすみ鉄道の魅力について語る50分間ちょっと乗ってみたいけどね大原駅から出てるかあそれは関係ない違う今日そっちじゃないそっちじゃないランニング情報バラエティやっていきましょうとはい。 もうね、秋になりましてね、もう最近は皆さんいっぱいね、走ってる姿なんかもよく見かけます、よいよね、シーズンインってことでね、土日とか街とか歩いてると、本当、ランニングシャツでね、走ってる人ね、多いですよ。いや、平日もね、夜なんか結構いますよ、いますよね、ね夜なのにサングラスかけちゃってね、絶対視界があるんじゃないかなとか、ね、どっかでこけるんじゃないかとかね、あの段差とかあると、本当気をつけていただきたいんでね。 でねこの間ねそうそう10月の10月の3連休の時だったかな久々にねあそこ行ってきたんですよ皇居もうねだいぶ久しぶりでねちょっとどんな感じかなとランナーの聖地ランナーの聖地ちょっと久々にね巡礼に行ってこようということでね2周ぐらいしてきちゃおうかなと思ってね3連休のね3日目だったかな月曜の祝日体育の日ですよね体育の日ははいいその日に行ってきて一周とりあえず。 たら走ろうと思ってで割と自分の中でゆっくり走ったつもりだったのに走ってるる数がすすごいい多から抜けんでよどんどんパスしてって2周目はちょっと余裕ができたからじゃあどれぐらい抜けるかなと思って勝負してみようと思ってこうたッと走りながらはい1人抜き2人抜き34今5人の集団抜いた56789とかってやってって。 すごいですよ。あの皇居って一周五キロじゃないですか。俺ね、百二十六人抜いちゃった。好き、あそんな抜いたことないかも。本当に？うん、だって私皇居行くのって朝の五時台か夜中の十一時、十二時とか一日。混んでないもん。なんで混んでるからさ。あそ混んでたんですよ。本当に混んでて、もうちょっと走りながらもこううまくこう S 字ですり抜けてみたいな感じで走ってて。結構ね、狭いところもあるし。 ああととしてるるころもから気をつけないとねちょっと走りづらかったりもするんですけど結果的にはね2人には抜かれたけど俺より早い抜いたんですよ。だけど126人抜いてやったからもう気分的にはねあれですよ箱根駅伝のね山梨学院大学の留学生の気分ですよどんだけ抜くんだみたいな感じですごいね俺一人でねなんと世界記録の90何人抜きとかまもなく100人抜きださあ頑張れって感じでねなんか私の中でも山梨学院大っていうとおつおりって おつおり、おつおり、そう、おつおり。<laughs> やっぱりね,ね。おつおりでしょう。<ー>私、あの山梨出身なんで、うん、高校の時とかも、普通に山梨学院大のこうね、練習してるところとかが。うそう、普通に走ってたんですよ、街中。 そうなの。うん、で黒人見ると全員が「あおつおりおつおり」<laughs> そんなにおつおりいるかよって思いながら <laughs> そ,、ね、そんなにそう何でもおつおり誰見てもおつおり <laughs> 山梨の中で黒人が出てたらおつおり全員おつおり <laughs> <laughs> すげえなそれなそうそうそう今それ思い出しましまね <laughs> だからね、あの本、ー、当走ってる人も増えてきてね、うん、またちょっとね今度は駒沢あたりも行ってみようかなとかね駒沢もね私たまに行くんですけど結構いますよ あそう結構混み合っててうん、うん、まあでも100人ぐらいは余裕で抜けるやっぱりね <laughs> やっぱりね美穂の場合は早いからね、うん、もう全然だってあそこ一周2キロでしょ1周2.1くらいでしょそれで100人抜く、うん、あ一1周どうだろう数えたことはないけどまあ集団で走ってて混んでる時間だったら多分抜けると思う、うん、でもねあの昔はね僕皇居とか、うん、本当まだ自分の場合ってね実はあの、うん だいぶ前だな。その走り始めたこれ4年ぐらい前で、体重70キロオーバーしてたんですよ。で、その頃に宏基を走ってて。はいはい やっぱり遅いんですよね1周でね5キロでね40分までかかんなかったけど367分かかっててその頃ってやっぱガンガン抜かれるのよでなんか負けず嫌いな自分がいて今はもうなんかこんな太ってるし抜かれるのは悔しいなと思っていつかは逆に抜いてやりたいと思ってそれで頑張って1 1キロ痩せて抜けるようになってじゃあやっと夢がかなったかなって楽しいねやっぱりねえ抜くって楽しい それがないとね、なんかもう抜かれてばっかりだと、本当にね、抜かれてばっかだとね、もうレース中でも、なんかもう抜かれるばっかになると、どんどんモチベーション下がっちゃうから、やっぱね、抜けるって大事。そのね、快感をちょっと覚えちゃってからね、自分の場合はね、もうちょっと勝負だと思ってやってね、でもさっき言ったけど、それってもやっぱりね、2人に抜かれてるっていうのがね、やっぱり負けたくないから、駅伝とかでもそうだけど、抜かれて、でもなんとかお尻くっついてって、頑張ろうと思うんだけど、ペースが全然違いんだよ 抜く人っていうのは後ろから上げてくるからそれについていってもついていけるわけがないって一瞬ついていったらこの人3分40ぐらいで走ってたからこれは無理だ私も抜かれると悔しいからつこうと思うんだけどこの人だいぶ後ろから早いペースで来てるはずだから私追いつけるわけないじゃんって思ってだだいいたすぐ諦諦諦めめめるもも大大事事なあんまりそれでペース乱されてもよろしい体が一番大事だから無理はしない程度に。そそうううししまょ ですよ。はい。そうそう。でですね、今日はいろいろちょっと話題もあります。ね、いろいろある。突入というところで、まあその初めのところ、まあ開幕とまでは言わないですけれども、早速もうみほがいきなり行く。うん。じゃあ開幕戦。開幕戦。開幕戦行ってきましたよ。前回の放送で予告しました。い。よいよね、11月に入るとお互いにフルマラソンエントリーしてますというところで、はい。そう開幕戦11月3日。3日。群馬県民マラソン出てきましてね。群馬県民マラソン。群馬県民マラソン。 去年まではハーフだったんですけど今年からフルになったってことで、まあ、初フル群馬県民マラソンっていうのであなるほどね実,第回みたいな実質第一回目みたいなねうもう第一回目なのでなんかまあ街的にというかもう前橋だったんですけど<う>前橋中で盛り上がってる感じが結構して、うん、もうスタート地点が正田醤油スタジアムあれだあそう<ザ>正田しょうゆですよ 意外とサッカー詳しい。そうなんだ。うん、そう、ショウダー醤油。うん。 なんかどこだか分かんなくて醤油みたいなスタジアムってみんなに言ってたあれだお弁当とかに入ってるちっちゃいあの醤油のお魚の形みたいなそんなスタジアムがあるのかなと思って行ってみたらちゃんとしたサッカー場があったと思そうそうそうなんか陸上競技場があってねそうもうしょう油スタジアムがずっと覚えられなくてしょう油スタジアムって言いづらいよねしょう油スタジアム早口言葉にするといいねしょう油スタジアムしょう油スタジアムやめだから私醤油しか言ってなかったのうん スタート地点醤油醤油ってねまあし油でスタートしたわけですよ。ともうことか意気込みとか目標とかはどんな感じだったんですか一発目でここはもうねやっときたいと思ってサブスリー狙いでいきなり行ったんですね。サブスリー狙いということはもう2時間台で走ろうと。2時間台でね。そうで前日が結構寒くて11月2日かななんか結構寒い日が。 だったと思うんですけど、うんうん、気温は覚えてないけどでまあ3日の日は雨も上がって<う>気温も朝は寒かったけどまあそこそこ走りやすいかなって、ね、ちょうどいいかなって思ってまあ行ったわけですお天気もすごくよかったんですよただ懸念,、ね、懸念事項が1個ありまして懸念,事項懸念事項がまあ群馬といえば、はい、冬といえば赤城おろし赤城おろし。 ねあれ美味しいですよね、うん、あのいちごの味でね、うん、それ何うシャコシャコシャコっと食べられるあ、それ赤城しぐれですね失礼いしました <laughs> 意味わかんない二人目ディレクターはわかってますよわかんなかったのあ,あのちょうど今日はですねごめんなさいあのこの番組ってスタジオの様子が見られないんですけれども、うん、あ今日はねお客様が約一人来てまして、うんうん、すごいね腕首ながらじーっと変なこと言わないかなってね,ね我々も凝視してる人がすごい私今気持ちがわかった、うん、赤城おろし 私は風しか思い浮かばなかったんだけどなんでそれが出てきたんだろうっていう赤木といえば赤木しぐれだよね絶対ねー<城>あのコンビニとかで売ってるねあのかき氷のやあ赤木ってなんだっけ、うん、ガリガリ君？ガリガリ君みたいなあの <laughs> あね井上できたらわかるよねおいすっごい首立てがってるもんわかんのわかりますかお客様あお客様ちょっとお客様止まっちゃったあの 2回目の放送にも出ていただきましたひかちゃんことうちの嫁がですね今日は我々のしゃべってる姿を腕を組みながらじっとこう今見つめてるというこいつら何かやらかすんじゃないかってそうそうそう何かやらかしたらすぐに止めるぞみたいなもう空房だけはプロデューサー並みもうすでに赤城しぐれで止まってるからね今までわかんねえ何言い出したこいつって感じで見られてすごい冷たい赤城しぐれ並みの冷たいような感じゃ赤城おろしに戻そうか。 ちょっとょっと,で、うん、ということなので、うん、あの目の前でうちの妻がぎゅーっとにらまれながら旦那がしゃぶってるというところを皆さん想像していただけると冷や汗をたらーっとかきながらなので、うん、もある意味もうひかちゃんはあれですねこの番組のスーパーバイザーということでよろしいですか、うん、そしたら。 なんだそれ。今の小さくなんだそれって書いてあるか、ヒカちゃんでございますから、鹿島の皆様初めましてでございまして、戻そう。はい。そう、赤城おろしね。赤城おろし。赤城おろし。そう、上州名物ね。そう。これはね、赤城おろる、カかあ殿下とから。そう、そう、そう、それ、それが言いたかったの。あ、それが言かったの。かかあ殿下が今、私の前にいますけど、もういいって言われるかもしれないですね。はい、まあね。それが、まあ、何よりの心配で。 でもまあスタート時点朝8時スタートだったんで<う>その時点では、ね、ちょっと風があるなでもまあまあ大丈夫かいけるだろうということで、まあ、絶対サブスリーやるぞという意気込みでスタートしてス、まあ、スターーートからハーフまでではいいペースですよもうハーフいっちゃったの特にないんです、スタートからハーフまで。<あ>あのー で、その前に、そうだ、今日初めて聞いてる人もいるかもしれないんで、日本、うんまあの場合は、招待ランナーなので。そう,そう,そう、はい、よーいドンって、あの、始まって、すぐにスタートできるんだよね。うん、スタート地点まで一秒でした。そこがずるいんだよね。だって、あの、俺、まあ、私のね、流星は、だいたいサブフォーのランナーですから。うん、よーいドンってなっても、うん、まず、あのー、動けないですから。 あ30秒ぐらいしてやっととろとろ歩き出せてスタート地点まで3分ぐらいかかってスタート地点越えてもまだとろとろしか行けなくて大い,いスタートして1分ぐらいしてやっと走り出せるような状況なのにミホはよいどの瞬間から走り出せる 1>,、うん、1秒だったノンストレスじゃないですか陸連登録すると割と早いとこからそれだって登録してるもん東京都のにだけど遅いから、うん、あれあのレースによる レースによるあそうなんだこれ出てる大会は人が多すぎるそうそうそう群馬は人少ないから陸連登録してれば私と同じブロックで群馬県少ないってことは56人で勝負したんですか5千0 0 0人5,000人いるのね5,000人かな数えてないけどだから私のスタート地点には多分100人もいなかったと思うあそうそこのブロックのブロック もう毎回なんかエントリーしてるとこがう見たたいないから今日はてめえには負けねえぞって感じでスタート地点でちゃんとガンを飛ばしておくとかねそれもなないか少しあの靴を踏んでおくとかそううい感じで牽制投げておくとかなん早い人ばっかだからもう私絶対ついていかないからマイペースでいくからって言ってそれあの学校のやつに俺ちょっと試験勉強やってねえからとか言っときながらてめえだけ95点取っといて俺なんか28点だみたいなそんな感じで本当にない本当についていかないから。あそう はい、でハ,ーハーフまではすごいいいペースで、まあ、そこは、ね、本当に順調にいったから、うん、まあ何もこうないんだけど4分1キロあたり4分12秒の設定で入って 1> 1キロあたり分5キロで21分でいければいいかなって予定で入ったらやっぱちょっと早すぎちゃって。 それね、気合が入りすぎハーフ通過が1時間27分ぐらいハーフで1時間27分もう完全に3時間切れるじゃないですかそうそうそう,そうそのこのペースでいったらいけると思って体もまだ動けるからおいけるいけるって思って<ー>25キロでちょっとやっぱ疲れたなって思ってきてあ,あの美穂でも疲れる時ある疲れ足が重いなって思ってきて、うん、まあでもまあ25キロ普通に通過して <laughs> そこから走ってたらなんかだんだん前に進まなくなってきたんですよ 前に進まなくなってきた。正面から風が吹いてくるんですよ。来ましたね、ついた上州名物が上州名物カカテンガと空風だっけ？うん、あとなんだっけところ天じゃなくてこんにゃくだっけ？あ、こんにゃくね。うん、こんにゃくもそうだね。なんかそういうのは出なかったのそういう食べ物さか？もうあ、そんなのよう目をくれないみたうん、何も食べなかった。水とポカリしか飲んでない。あ、そうなんだ。俺みたいにあの次の映戸は何が食い物んのかとかそういうのは見ない。映戸何も見なかった。あ、そう。 水スポーツドリンクってそこしか見てなかったそこだけうん。前になんか食べ物があったんだけど邪魔だな早く水欲しいなって思いながら走っててすごいなそう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 2<ー>、ね、5キロでちょっと疲れたなで3 0キロぐらいからだんだん前に進まない進まないってなってきて風,<だ>風が、うん、これは前から風が来てるんだんで沿道からあの目の前に赤木さんが見えるよって言われて。 うん、赤城さん、赤城おろしじゃんって気づいて。ああ、なるほど。そこで、そこで、そこで気づいちゃったの。<ー>気づいたら、ダメだね。気づかなければよかった。ねうん、言われなければよかった。言われなければ、これ向かい風じゃないって思い込んでたんだけど<ー>。赤城、赤城さんが見えて、あ赤城おろしって繋がった途端に。ダメだってなっちゃって。でそこで、そう、やっぱ、ね、気持ちが落ちると。スピードも落ちちゃって、女子二人に抜かれ。 抜かれ抜かれたの。<う>そこまでね、3位で走ってます。3位で走ってた。うん。女子の中で。そう沿道のおじちゃんおばちゃん情報によると女子3位だったんだけど。おお。すごい。結構数えてくれてんだよね沿道の人たちって。 あ,あんた3位だよと言言っっててくくれれ結構当てにならないことも多いんだけど、うん、今回は絶対前にいるのは2人は分かってたからあじゃあ本当に3位かもしれないと思って前の2人はやっぱりもうこいつは強いなってい、うん、知ってたの、はい、前にいる2人はそうそう,あもうじゃあほに3位かと思って、まあ、3 0キロぐらいで2人に抜かれ5位だ5位にそれでも5位でも、はい、それでも五位かまあでも五位、うん、あの予定ではサブスリープラス8位以内だったから。 ああなるほどね。でも五、まあ、位だったらあれであの全日本の駅伝だったらシード権獲得するかそうかそうか。すごいすごい。何の関係もないよ<う>全然ね,ね。でもね今方とか井上出ていた言ってるい。あでも私も方って思っちゃった。まあでもまあ五位自分の中では許せる範囲だし、サブスリーできれば順位は別にいいと思って。まあ、まあね。うん、そうそうそう行ってまあ時計見ながらね。あとはもう手にラップ書いてるからこの何キロを何分までに通過するっていうのを手に。 書いてたからそれを見ながら「あまだ間に合うまだ間に合う」ま、だ間に合うって言いながらマジックで書いてるんだマジックで書いてすごいね走ってでまあねちょっとスピードが落ちたんだけど3 5キロ地点でもうサブスリーに間に合わないって気付いちゃって、うん、あそれだけちょっと落ちてきちゃったんだ、うん、ラップがもうこれ向かい風が止まない限りありペースが上がらないから、うん、ああ間に合わないって気付いたけど でもまあ間に合わないなりに自己ベストはせめて更新しよう今までのベストは3時間4分4分四、うん、<ー>分よりも絶対早くゴールしようと思ったら<ー>まあねそこでちょっとモチベーションが上がって新たな目標を持ったから上がってっでスピードもそんなにやっぱり風ももっと強くなってきたから、うん、上がんなかったなりには。 なんか周りの人たちがどん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 んこうスピードが落ちてきてるのが分かってあみんなもやっぱり,向か,っぱりあ向かい風ではだめなんだって思ったらじゃあ抜ける限り抜いていこうっていうすごいポジティブだねそうそうそうそしたらね抜かれたはずの女子がどんどんこうなんか見つかって<お>あいたと思って、うん、もう見えたらねそりゃハンターだからねああ追いかけるしかないとあっさり抜いちゃって。 ああそう。ほうほうほう。そう一人目あこれでクリア。普通に抜いちゃった。普通あの亀のコラ投げたりとかしなくても全然大丈夫だった。普通に抜いて、抜くときちょっとファイトって声かけて。やだねとか。そのもうなんかバテバテになったりとかファイトとか言われてでもね結構みんな声かける抜くときは。そんなもん。うん。女子同士はわかんしかわかんないけど、私抜くときも抜かれるときも結構慣れてる人はみんな声かけて抜いていく。 そうなの？うん、でもなんか言われる方はやいやじゃない？な私抜かれたるとき言われても別にうんうん自分苦しいから、うん、ありがとうぐらいなありがとうぐらいなありがとうぐらいな感じへ<ー>そうそうまあもう声かけて抜いて でその人も頑張るみたいな感じでもうお互いゴールまでね頑張っていくしかないからうそうそうまあ一人抜き一人抜てまで一人抜いてことで4位だ4位そう4位に上がっちゃった4位に上っちゃったっっでもうそこら辺で3 5キロぐらいまで行ってたのかな<ー>でまたまあねペース上がらないなりに頑張って走ってたらあらもう一人見つけたあまたケツが見えてきたうん、うんで まあ、やっぱりね、スピード落ちてるから、あ、抜けるかも。やっぱ近づいてくるんで、で、こうだんだん姿が大きくなってくるから。あ、これは抜けるかもしれないと思って、<う>また、まあ、声かけながら、あっさり抜いて。あっさり抜いた。あっさり抜いて。お<う>で、そして、そのまま、行ったら。 もう一人前にいた人がもうなんか体調崩れちゃって歩いてたからあーなるほどう大丈夫って言いながらでも私も泊まるわけにいかないからその彼女は、うんうん、無事に帰ってきてねって声かけて。ああ そこは抜いてちょっと待ってってことはさっき1人抜いて3位になったから A クラスに入ったから今年の千葉ロッテですよねで1人抜いたから2位になったから日ハムだ日ハムすげえすげえ中田翔だそうすごい2位にがった位だあとソフトバンクだけだそうでもゲーム差かなり開いてるぞうんだけどねゲームぐらいい開てるまあ私の2位と1位もそうなんだけどね そうそうでまあとりあえず2位に上がった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 それが多分3 7キロぐらい残り5キロ頑張ればって思ったけど多分1位はもうゴールしてるだろうっていう時間それがそんなに強いやつだからまあもうこからマイペースで抜かれないように逃げ切ろう抜かれなければ2位だもんそうそうそう抜かれなければいいんだね相手はみんな落ちてきてる私はペースを落とさなければいいんだおそっから頑張りましたよ のキロそっからの5キロこれマラソンで一番きついべでもねあと5キロしか走れないんだって思ったら ななんか楽しくっててきすごいねそれねすごいねで4 0キロ手前がちょうどね群馬県庁の前でゆるキャラがいっぱいいてゆるキャーって言ってあなんか群馬県のゆるキャラなんかこの間群馬ちゃん群とかゃんなかったね群馬ちゃんはそこにいなかったけどなんか他にもいっぱいいていっぱいなんかそうそうそうもうなんか群馬県庁過ぎたらあとは川沿いに行ったらゴールだっていうのがあったからもうあと2キロちょっとしか走れないんだと思ってだんだん寂しくなってきてえ もうすぐゴールしちゃうんだそ俺その40キロぐらいしてときに寂しい感情に苛まれたこといや苦しいんだけど、うん、あこれ終わっちゃうんだって思うとなんかもったいなくなってきちゃって <laughs> なんか劇場型だねそのとこはねい、うん、よいよクライマックスを迎えたみたいなそうクライマックスここからだって思いながらもああまあねクライマックスに出たらさらに風が強くなってあら全く進みません <laughs> みたいな <laughs> どんだけその風にこれみたいなああ でも、まあ、でも、それでもね、頑張るしかないから。もがいても、もがいても、もがいても、もがいてもまあ、進むんだけど。風まずそうで、どんどん男性が落ちてくれって。<ー>あ、そうか、そうか、そういうことか。そう,そ,うそ,うそう、そう、そう。抜くわけだ、男性も抜。もう男性も多分、そこで10人以上抜いてると思う。本当に。うん、だって、その辺走ってる男性なんて、みんな、それこそ、タンクトップとか。そう、そう、そう、大体。ちゃんとした格好の人ばっかりですよ。抜いて。で。まあ。 なんかスタジアム、その醤油が見えた。醤油が見えた。醤油が見えた。わあ、醤油帰ってきた。醤油帰ってきた。醤油リターン。もう醤油リターン。もうそこまで来ると寂しいっていうか、もうとりあえず早く終わろうと思って。まあね。うん、で応援もすっごい増えてくるから。そうね、確かにね。そこでもあから女子2位だよって言ってくれて、あ、そっかやっぱまだ2位のままだったんだって安心して、まあゴールでこうこう手挙げてね。 <で>ゴールゴールしたのゴールしましたで、うん、もうなんか放送であの2位の方帰ってきましたおめでとうございます2位だったんだ、うん、すげー拍手拍手それはすごい本当に2位でゴールしましたお2位そう2位でねゴールしましてね、はあ、タイムは3時間3分3分ってことはベストが今だよ 4, 4分50何秒だから3時間3分40、うん あれ三十七かのせじゃあでも自己ベストだそうそうそう自己ベストははあプライベートでおめでとうございます <laughs> そ<う>すごいじゃんなん自己ベストは出ましたいやだってまだシーズンの開幕戦だよそ<う>これからだんだん仕上がってくって開幕戦で幕、ね、そうでも私的にはサブ三をしたかったから、うん、もうサブ三できなかったことが悔しいしかないちょ,ちょっと待って二位になったからすごいじゃん正直二位はどっちでもまあ嬉しいけどね嬉しいけど。うん 2っていうのよりも私的にはサブスリーできなかったのが悔しいしそっちの方で終わった後にまあなんかあの新聞の取材を受けて。 ね、ゴールした途端に捕まってちょっとこっちいいですかって言われて連行だだ連連行だ連行されておめでとうございますって言われてありがとうございますって今のお気持ちは,持ちはって聞かれて、うん、悔しいですって <laughs> お<ー> <laughs> と,とにかく悔しいですしか言わなくて新聞記者の方固まっててまあそりゃそうだよねって思いながらそういうの電波新聞とかそういう <laughs> 違う違う違う,違う新聞はね縄文新聞。

男性これ松本さんという方、東京の方、で女性の方がこれ沢畑さん、沢畑さんすごい、111番の方私番だったの1 110番だったのに、やべ、これ1 1 1番の方がいいですよ、競輪で言ったら、ピンピンピンの完全優勝ですから、分かんないから、110番じゃダメだったが、110番はちょっとやっぱりね、私も思ったんだよね、110番、捕まっちゃいそうだなと思って。 ああでね、この沢畑さんって方が、この、まだお若い方、ね。若い、若いです。うん、私の子供って言ってもおかしくないぐらい若いです。えー、そうなの?。ええ、すごいな。十、十七個ぐらいしたじゃない。そんなにした?。に、二十、うん、代前半前。二十代前半。うわーすごい,いすごいね。で、この方が、ちょっと待ってね、今もう新聞ペラペラとめくって。めくって。ちょっと待って、このね、優勝したとこいいんで、このに、えー、次のページ行ったらね。<う>おー、ーすげー縄文新聞フルマラソン女子に。 出てるじゃないですか。そう二で出た。公務員ランナーマイペース自己信すごいね。ね<ー>出てるだって隣にねあのー、合法さスタート知事らスターターってこの、うん、大沢知事っていうのかな群馬の方うん、うん、大沢知事の二倍ぐらいの写真のデカさ。うんうん、そ,うそうそう。俺のスマホの画面ぐらい結構でかいでしょ。でかいよ。ね。こんな大きく乗っちゃった。ね、びっくりした。 大変だ、すごいね、うん、この縄文新聞はこんなにいっぱい載せてくれる。そう、こんなにいっぱい載せてくれて、写真もね、割とまともなのが写ってたから。う良、うん、かった。それ、あのー、四十キロ付近ぐらいの。写真、<ー>多分。あ、さっき言ってた、その腕にこの何、マジックで。書いてるのが。写ってるし。る見,える見える、見える。確かに、なんか、十キロは何分で走るとか、そんなこと書いてある。それが書いてある。すごい、すごい、あるある。 ももととダイエット目的で始めたマラソンに1年半前から本格的に取り組んだ今期は大阪国際東京の両大会を控え今回の結果は次につながると自信を深めたなてって自信は深まったね自信は深まったあでも確かにさっきの書いてある、えっと、自己ベストのおまけ付き、うん、3時間を切れなかったのは悔しいが2位は意外だったと笑顔で賞状を受けたあ賞状もらった賞状もらっただもんね賞状とぐんまちゃんのぬいぐるみと、うん すき焼きセット。すき焼きセット。すき焼きセット。何ですか。あの群馬県産の食材で。うんうん。こう高級されたすき焼きセット。そらこんにゃく、そう白玉、あネギとか。下根だネギ。うそうだそうだ。あとは肉？上州牛っていうのかな。わかんない。わかんないけど。肉としいたけ？しいたけも地元産。あと割り下？

ちゃんと商品もらえるんだそんなすき焼きセットそうそうすき焼きセット、ね、でその走り終わってすぐにその熱々のすき焼きを食べなさいとかっていうなんかね <laughs> あの板くれたすき焼きセットの目録っていた。板目録ちゃんとくれるんだ目録くれて後ほど送ります、うん 送られてきた？まだ来ない。まだ来ない。<う>まだ来ない。早く送ってあげてくださいよ。でもまあね、三日だからまだ三日しか経ってないか。あ、そっか、うん。そんなにはすぐ来ない。なんでさ、それちゃんとこの放送に間に合うように送ってくれればさ、今日この放送やりながらみんな食べられたのにね、インナウディリターも食いたかったよね。えー スーパーバイザーも食べたかったよねみんなでも2 0 0ムしかないんだって2 0 0ムじゃあまず俺が1 0 0ムもらってひかちゃん5 0ム井上ディレクターは 50g 私の分2キロ買ってくれるあのとギと白きいっぱいありますからはいお豆腐もつけますよいらやっぱりあんまり肉ばっか食べちゃあれだから肉食べないとダメでしょ体力つけるためにそうですかだって体力次につけるだってら美はもうそれで終わったわけだから俺はもうすぐ大会なんだから今一番体力つけなきゃいけないのは俺だべ あ,あと一週間か。そうだよ。もまあ、そうだね。まあ、いや、その話はもうちょっと置いとくけど、それであ、ちなみにさっきの縄文新聞。次のページいったら、うん、笑顔のゲストランナーワイナイナ。ワイナイナさん。抜かれた。抜かれた。抜かれたの。うん、あ、そう。ハーフぐらいで。 なんか後ろからでかい人が来るなーと思ったら、ワイナイナさんだった。二、うん、時間五十五分十七秒って書いてあるから、確かに。うん、そ,うそうそうそう。すごいね、だってもう、ね、当然、まあ、オリンピックではね、二大会連続でメダル取ってるけど。うん、だってゲストランナーでしょゲストランナー。二時間五十五分。うん、すごい。 だねみんなにねなんかこう肩ポンってしながら走ってたらしい本当にうんうん肩ポンってされたら捕まっちゃうとかで鬼ごっこじゃないからね逃走中とは違う違うからね違うからねマイナイナに捕まったらりほとんどの人がみんな捕まっちゃうほとんど捕まるからあのなんかあったりするよねキャッチャーカーみたいなこう走ってたったねリ飛コのあたりからあれ面白そうとかね。そうそうのああいうの出たいよね逃げ切って走った距離で勝負そうそですね まあ、いいや、そんな話は置いといて、な、うん、でも、すごいこんな上毛新聞にいっぱいね、乗って。名前も出てるし。まさかの新聞デビュー。 新聞デビューが、うん、こんなもん走ってる姿でそうびっくりした、うん、なかなか人生でもねそんな新聞記者さんからいろいろインタビューされるとかってないよ犯罪でもしない限りねはっきり言ってね、うん、すごいよなそよ犯罪してないからね,、うん、ねなかなかないよねあとはね桐生第一が裏学を撃破してるだろう <laughs> 上武大学は東京情報大学に勝ってるだろう<ー>どうでもいいんです <laughs> イデメジャー挑戦大いうば泣いた。江戸川坊と分かどうでもいいな次次次次4日の新聞だからねこれね11月4日のねグラスホッパーもういいややめよ新聞読んでてもいです返すでもよかったとよかったなのかなただやっぱり本人的にはその寂しいしかないねいけなかったから次がそうすると次は本気でフルを走るのは大阪国際 1>, 1, 月の1月の31かな下旬にあってそ,<う>そこで今度こそ今度こそで、うん、だからまずあれだねとにかくその今回の,その群馬に関しては風が、うん、風,風に、ね、負けないためにはどうしたらいいんだろうと思って確かにね体重増やすかなと思ってそれもまたデメリットが大きいから、ね、そ,うそうなんだよそれがねずっとこうどうしたらいいんだろう風に勝つためにはってうん 走り込むしかないかなっていうまあねでも本当そこは難しいよ風ばっかりはね風吹くんだったら雨の方が良かったあそううん私的には風よりも雨の方がいいまあね確かに雨降ってでも風ないの方がいい多分走りやすいと思うまあ台風は無理だけどねそれは無理だけどそっかでもまあとりあえずはね2位に入ってもすごいんでいきなり結果残したんでまあ初のね群馬のフルで2位っていうのはすごい ま来年はそのこの今回優勝した澤畑さん、うんうん、この人にまず勝とう無理でしょう2時間41分だよえ優勝者はねこの澤畑2時間41分、うん、差が大体20分ぐらい20分20分詰めよう20分詰めたらさ、うん、私走ってて暮らしていけるる気がする <laughs> <laughs> そうだよねだってその賞品とかでね、うんうん、優勝とかでも賞金とかね出たりするわけだから、うんうん そうああの藤原君みたいな感じでね,ね<え>プロのそういうのでねプロラウンドでね賞金半島で出て、うん、でも1年で11分縮まったからあそっかじゃあもうちょいだもうちょい頑張ればまあサブスリーはいけるよね予定だったらでもそうか今考えてみたら澤畑さんがなんかと途中で今日なんかお腹痛くなっちゃったとかなってたら優勝したんだもんね惜、ね、しかったよね だからさ来年こそあれでやっぱり亀のコラぶつけようなんとか亀のコラ持っていくうが大変だから亀のコラでちょっとケツ見えたらパン投げてボーンってやるとか、うん、あとあのあの雷をボーンと落としてちっちゃくしちゃうとかいろいろバナナの皮を置いとくとかバナナの皮だったらできそうだねなんとかなるかもしれないから。うん、バナナの あでもやっぱ実力で勝負でした。あそう。なるほど実力ですや。まあちょっと頑張ってもらうというところ。頑張次こそね。うん。そう頑張ろうそれは我々みんな応援してるんでね。ぜひ頑張ってもらいたいというところで。1月頑張ります。いやでもとにかく位はおめでとうございました。ありがとうございます。はい。そしてそしてね。今度はね。そう今度は。はい。私の方に持ってきたいと思いますけれども。来週。 えといよいよですねこの放送はの鹿島で聞いてる皆さんにとってはあ日になっては前,前日ですよ、もう,そうだなっちゃうで、えー、と北千住で聞いてる皆さんにとってはあと、えー、9日後1週間とちょっと11月の15日がうん、うん、埼玉国際マラソンというこれも第一回ですよ第一回でですよそうすよ。うん、ね国際ってつきますからね国際だからもう,そうです世界的なとこですよ侍ジャパンみたいなものですから、うん、もうだってチャレンジャーの部とかあるんだから。 俺もチャレン、なのチャレンジをするのかか？あの、女子のね、あの<う>オリンピックだっけ？そう、のレースだからね。先にスタートするんですよ、ね。そ30分ね、9時<分>9時10分か。そ<う>9時10分スタートで、それ以外の男性陣が9時40分から。40分からなのか。かかあの9日前だというのに全然まだあ,あの,その大会のなんかあの何エントリー票みたいなやつが届いてなくて、<laughs> うん、今週中に届くって。 あ本当に？で届かない友達が言ってた俺何にも分かってないんですよ <laughs> で受付は来週の金あの、うん、金曜日に行こうかなって、うん、それもどこに行くのかも俺分からないんで埼玉県庁行けばいいのかどこに行けばいいのかスーパーアリーナじゃないそうなの多分電車どうやって行くんだろう分かんないな埼玉新都心で降りる詳しいですね電車はね うん、あ電車詳しいっていうかその辺は詳しいあその辺は詳しいなるほどねごめんね俺東武線とねあつくばエクスプレスしかわかんないからね<ー>ちょっとあのねそう高崎線と宇都宮線と京浜東北線は詳しいあーそう、うん 全然わからないそのあたりっていうか埼玉県詳しいそれだけまあいやそれでちょっとまあそれは予習するとしてだからねこの放送を始めた以上ね私もね頑張らなきゃいけないしかもこの埼玉国際マラソンっていうのはあれですよ制限時間がとても厳しくて4時間時時間間ですよですからまあ初心者の方がだいたい体時間ちょっとぐらいかかるのかなから6時間ぐらいって考えると制限時間4時間っていうのははっきり言ってまあ 中級級者者から上級者向け、うん、4時間が制限時間ってレースはほかに大田原ぐらい栃木のねうん、うん、しかないもうとっても厳しいそれこそもう何度も走ってるような人でないとだしうん、うん、私は一応ベストタイムが3時間48分ですからじじゃゃあ余裕じゃないで春のちゃんと練習したっていう長野の時でも3時間51分なんで、うん、ギリギリちょっとお腹痛くなっちゃったらもう終了。 でもスタートロスは多分人数少ないからそんなにないんじゃないかなあそっかそっか中野の時は3分半ぐらいだったんで、うん、確か人数そんなにいないよねだからそれも知らない俺何にも知らないでエントリーしちゃってるからも私もよく分かってないんだけど <laughs> なんか人数は少なかった気がするし、うん、そんなにだからロスはないのかなって思ってるから。うん なんかそのーコースが前回の放送でもここ厄介だよ持ってきたよってい新のも持ってきたけどそれは置いといとてい そう今ね、あのー、先月のランニングマガジン「クリール」という雑誌を持ってきたんですけど、はい、これにね、はい、主要マラソン大会肯定図一覧っていうのが出てましてすごいねそ出てるんですけどこれにね埼玉国際マラソンっていうのが出てるんですけどぱっ、はい、と見ねあの0メートルから上っても10、うん、1 0十十ちょいぐらいまでしかないんですよで高低差は最大標高差1 8ルあっ定員5000人だって。 人制限、うん、時間4時間ねうん、そうだからまあまあそんなに18メートルって聞くと意外とね少ないのかなってまあ平坦で有名な筑波とかもそんなもんだったと思うんですよ筑波11メートルあじゃあ大丈夫だ18ぐらいなら何度でもなる、ね、って思うでしょ思う思う思うでしょ <laughs> 大丈夫大丈夫いけたいけたで思うんだけどあ何これなんか見てると肯定像見てるとなんかねギザギザしてんの 本当なんかギザギザしてるなんか心電図みたいなそう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 ちょっとなんか不整脈じゃないぐらいのねそうすっごいギザギザしてて他のつくばとかはこうギザギザなギザギザしてなくて結構こう平らなまっすぐな線なのに埼玉ギザギザしてるんですよなんか逆に心電図で言ったらある意味健康な人みたいな感じででもこのギザギザってことは高低差があるってことあやだねこれねで走った人によると橋が多い橋橋うんブリッジの橋 だからこう走ってやっぱりこう登って降りてが多いからなんか線路あるよこれ線路くぐったりとかそう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 線路くぐるのそう<ら>そう線路を渡るのが俺電車大好きだからそのまま線路のまま行っちゃうかもしれないよ間違って引かれないでねどっかの駅まで行っちゃう、うん、<laughs> そうそれが多いから意外と辛いって足に来るって足に来るうん。 待ったねこれね平坦なところが少なく常に視線の先に起伏が見える感じいやだねなんかまた登りきたとかうくなるけどまた登るっていういやだねなジェットコースターみたいな,な、うん、デでこぼこしてるみたいですねあらこれはエントリーする大会間違えたね俺ねそうそうみたいですよ 1>, 1週間前のね、うん、あの福岡マラソンもね当選してたんですけど、ね、福岡はまあ2 0キロのところにちょっとんだろうこの山があるけど、うん これ、だけだからね。福岡にしとけばよかったな。でも一番平らなの、これじゃない大阪淀川市民マラソン。何この松平の、<laughs> ほとんど線じゃ <laughs>、うんほとんど直線が書いてあるの?。あ、これ。これがいいな。<laughs> これ一番いいよ、ね。でも、終わっちゃってるな。終わっちゃった。こういうのがいいな。あ、でも、なんか一番辛いのって言ってたのが、富士山マラソン。 出ましたよ僕 2>、ね、第2回の時にわーすごいこれ、ね、富士山マラソンはねギザギザしてる上にプリンみたいな山があるすごい20キロから35キロのとこ <laughs> プリンみたいなそうだすごい <laughs> だって峠みたいな登りだったんだからきつかったよこれ最大標高差<れ>103メートル でしょ、うん、と,とんでもなくきつかったもんですごい鬼なのが、うん、富士山マラソンってそのとんでもない登りの途中のところでなんか、ね、うどんみたいな映像があってね <laughs> そんな坂の途中でのんびり食ってらんねえよって <laughs> そんなとこじゃなくて登りきったところで出してよって<え>ご褒美りの途中であるんですなんとこで休憩できるわけねえじゃそこで食べて頑張ってってあのスイカ的な感じじゃない でもやだよそんなのもうちょっと考えてほしかった本当エアブロックだねこれねこれ見る限りひどいよね富士山マラソンはこれドイヒーですね出たくないですねちょっとねなるほどということは何そのギザギザなってるから微妙に高低差あるのはあの先生どうしたらいいんですか耐える耐える根性根性忍耐忍耐根性まああとは最初から飛ばしすぎない ああ、うん、スタミナ温存。そう、スタミナ温存で、最後まで結構ギザギザしてるから。本当だね。そう、そうなの。いなうん、最後の最後まであるから、やっぱこれは力を残す。あこれ乾燥できねえかもな。やばいな。だって四時間って、これどうしなんだろう。グロスなのか、ネットなのかな。グロスでしょグロスで四時間なの。うん。ああ、やばい。それはピンチだ。うん、ちょっともう、俺へこた,れた、まあ。あと一週間しかないから。 でもね一つ言っときますけれども今目の前でね相変わらず腕を組んでるスーパーバイザーことひかちゃんはねこの10月俺がすごい頑張ったのを見てますからだってね僕の場合流星の場合は走らないサブフォーランナーってずっと言ってるじゃないですか一月で走るのが40キロとか50キロとかちょっと頑張った絵60キロだったのが俺10月120キロ走ったんだから。 <で>23倍,、ね、倍いったし、うん、ちゃんとこの3週間前の本番3週間前にもやりましたよ 2>, 2週間前は2週間前は1 5キロ全速力でいって72分自分なりには頑張った、うん、もうやれることはやったやれることやったらここ23日腰痛がひどい。<laughs> それはもうあとは温存して無理はしない方が本当腰痛いからね今うち帰ってね優しいスーパーバイザーがね腰揉んでくれてるんでね毎日にいていていて言ってるんだけどねやってもらってるんでここから1週間は一生懸命マッサージしてくれるかどうかにかかってるんでよろししくお願いいたます痛いところがあるとねどうしても気になっちゃうからそれはできるだけ取り除いていったほうがいいかもしれないそこをかばっっちゃて結局痛めたりするんで正直ね。こんなに腰 痛いの今までそんななかったから本気で懸念してるんでやることはやって足はできてるなってなってるんだけど弊害が来ちゃったんで腰は、うん、でも私も一回腰は去年やってて2ヶ月走れなかったから <laughs> そんなにひどかったんだ <laughs>、まあ、テーピングしてごまかしてなんとかって感じで。 ちょっとそういうとこをなんとかそうもう最悪はもうテーピングとかあ<ー>あのいろんなグッズに頼ってグッズにねあとはねこの日何着て走るかっていうのがすごい考えてて、うん、あの実はこの FM 歌詞までこの放送を流すことになって、うん、たまたまちょっと10月に行ったんですようん、うん、そしたら「アントラーズのユニフォームを貸すからアントラーズので着て走ってみたいかがですか?」って言われたんですけど。うんうん 埼玉だしょう。レッツファインにやられない絶対走ってる時きレッツファインからブーイングくらったら走ってる時にブーイングくらったら絶対へこむでしょう。いやでも色似てるからいいんじゃないえそういうもん色似てるから大丈夫何人来たらどうしようかと思う逆にもうあの FM 鹿島さん裏切ってレッツの来て走ったらみんなからウィーオーレって応援されると元気になるのかなと思うけれども半分ずつにしたらいい ああなるほど、うんうん、半分ずつ切ってつなげる <laughs> こっち列こっちアントラーズそれはいいのかな前と後ろでもいいよ前と前後ろでもいいやもうんうん、それどっちでもいけると思う<ー>うんなんかアントラーズファンなんだけど埼玉も頑張りたいんだなっていうのがすごい伝わると思うあなるほど伝わるかな、うん、伝わる伝わる <laughs> まだ一週間あるから作れるまあ作るのはできるけどね。うん そうしようかな。うん、<laughs> おすすめ的には半分ずつかな。<laughs> あと一週間、まあ、ねあの考えてみますけれども、うん、うん、まあいいやあのー、考えます、ね。<笑><笑>す <laughs> 聞かなきゃよかったね,ね。すげー複雑になって。まあとにかくなんとかいい報告できるようにね,ね頑張りたいんでちょっとせめてとにかくもうこの大会に関しては完走できればいいやなんで、それしか目標がないっていうか。できると思う。 だから腰痛くなければ本当に目標は影の目標はそのベストが3時間48分でその時がえっがグロスが3時間51分だったのでとにかく3時間45分ネットでもいいから手を持ってやってたんであとは腰が痛くならなければ、うんうんうんね、じゃあもう本番までそこは無理をしないでケアする方にケアする方に集中していけば多分いけると思うそうですかね、うん、私もケツ痛いけどゴールできたもんケツ痛いけどケツ痛かったー <laughs> やっぱり全部にすごい来るんでねちょっと頑張ってみたいと思いますので、ね、あのぜひ埼玉国際マラソンねこの放送を聞いて出るという方ね一緒にあの頑張りましょうというところでああとは、ね、あの暇な方は応援いきましょうということで、ね、そうですねもうちょっとねぜひ応援いっぱい来ていただきたいんでねそういう,そうれのところでよろしくお願いいたします。私も多多多多分分分分走っててて応援してると思う本当に来くれれます起起ききたたら起きれたら じゃあな乾燥したらあのすき焼きセットがなんかごってくれるやだやだ私のやだなんか中商品かなんかああじゃあ埼玉名物の十万国饅頭であうまいうまいうますぎるねあれかなあのこれテレビ埼玉っていうのわからないそうかあとなんだろうね埼玉名物思い浮かばない まあ頑頑張張るととににかかくくってであのその後のところもねちょっと今エントリーラッシュになってるんでねあの美帆が結構さっき言った大阪国際があって2月がもう東京があるとで私もちょっとね徐々にエントリーレース決まってきましてえっとこの埼玉国際の後がねあれですよ第1回で距離不足で大変なことになっちゃったのでおなじみの横浜が抽選で通りましてもう出てやると首都高走ってるぞと。 すっごい楽しいから,だから去年出たで、ね、今年か、うん、本当とに楽しいからかああそう手ぶらで行っていいよ食べ物いっぱいあるからなんかそうらしいねなんかもう中華とかもいっぱい出るわスイーツもいっぱい出るわそう,そう,そう,そう本当にもうで、ね、んかラッキー給食を探すのはすんごい楽しいしあと応援もすごい楽しいんだ応援がとにかくすごいああそうだからテンション上がるからタイム狙えると思う 横浜コースも割と、まあ、ちょっと、ね、高速に入る時降りる時が登って降りるけど<ー>それ以外はほぼ平坦だから、うん、横浜は相当走りやすい大丈夫あとねもう首都高とかの横羽線なのかな、うん、そのあたり首都高バトルは得意なんであいつもぶっちぎってるから。 ちょっとね、なんか傾いてるけどね、首都高ね。あ、だから、なるべくインコースした方がいいとかね、その辺の走り方分かってますよ。ちょっと傾いてるから、コース選ばないと走りにくいけど、でも、楽しい。あ、そう。私の中で、三大楽しいレースの一つ。これも楽しみになってきた。だから、とにかく、埼玉、まずね、完走できれば。まあ、過去に東京もう一回、完走してるんで、東京、埼玉、来て、で、神奈川まで行って。ね。うん。 だだだってん関東を制圧していければ世界中、世界世界もうちの知り合いでこの間シカゴマラソン完走したていう方もいましてねすごい楽しかったって言っててそれで調子に乗って今度はロンドン出るんだて言ってエントリーしたらあの外れちゃったとき昨日たまたまってがっかりしてましたけどイゼルは海外も視野に入れて海海外外たいねどれ一番出たいう。 なんかこの前、ニューヨークの友達が出てて、うん、ニューヨークシティ,ーーシティすっごい良かった。あ そういうのも出てみたいいなずれねワールドワイドになってねあとゴールドコーストとかねその辺りのところは私が出たことがありますのでねいいいなずれそんな話をまたしていこうと思ってたらねあら今日はもう放送終了1分前ということでございましてねはい次回がもう年内最後になるのかな12月の4日になりますけれどもね12月の4日はですねちょっと大変です、実はです私にちょっと大きなイベントがありまして今月の末からですね新婚旅行に出かけることになりました。 あらとその放送の前日に帰国するということではいしかもその十二月四日ちゃんと仕事してからになるので残業が長くなるともしかすると流星出られないという可能性ある私が一人であの那覇マラソン行く前日なぁ行くんだうん、そうだ行くからじゃあ那覇といてもなぁとくなぁといでもなぁの話をなぁの話なんかよくわかんなくなりそうだけどその場合はあの困ったら井上ディレクターもちょっと助けてあげてでどんな放送になるかわかりませんまず流星が出られるかどうか そうそこですね取得してるかどうかというのもわかりませんけれどもそ,それは分かんないけどねそんな状態になまそのま,ま逃亡しないことを願ってますはいわかりました、はい、というところでお時間になりましたランホダドリーム夢に向かって走り出そうまた次回の放送までお楽しみにお待ちくださいそれでは皆さんさよならさよならバイバイ